全てが聖地のような場所、和歌山。大自然に囲まれ神聖な存在を感じるこの土地を旅すると、自然と心が和んでいく。日本における観光の始まりは巡礼の旅であり、熊野詣がその起源と言われている。千年の時を超え人々の信仰を集めてきた和歌山の地は、日本人の旅の原点でもある。深く豊かな自然に抱かれた聖地熊野、古来より人々はこの地を浄土に見立て詣でてきた。信仰の広がりとともに、熊野三山に通じる参詣道はいくつも張り巡らされ、身分の上下や信仰の有無を問わず、すべての人を受け入れた寛容の地である。どこまでも続く山々を越え、人々が目指したのは自然崇拝の聖地熊野。熊野の地で千年の時を超え受け継がれてきた信仰、その根本には自然そのものを崇拝する日本人の信仰がある。大自然に抱かれ、そこに宿る神秘的な力に触れた古来の人々は、やがてその地を敬うようになり、さまざまな信仰の形を通して自然を祈りの対象としてきた。この地を旅すると、再生へと導かれるような不思議なパワーを感じることができる。熊野に今も受け継がれる信仰には、自然と神に対する畏怖、そして人々の再生への願いが凝縮されている。弘法大師空海によって開かれた天空の聖地高野山。1000メートル級の山々に囲まれた山上の盆地に広がるこの地も、千年を超える時の中、人々の祈りを受け入れ続けてきた日本を代表する聖地である。修行の道場として開かれたこの宗教都市は、多くの僧侶たちの学びの場であり、今も生き続ける霊場である。静寂に包まれるこの地は、喧騒を離れ自らを見つめ直すのに最適な場所でもある。
100以上の寺院が密集するこの地を旅すると、人々が祈りを重ねた悠久の歴史を感じることができるだけでなく、その歴史が紡いださまざまな文化を自ら体験することもできる。深い森に秘められた清らかな水の流れ、手つかずの自然の姿と見たこともない絶景。和歌山には日常を忘れさせるほどの大自然がある。地球の長い歴史が刻まれた今ある自然の姿、そんな和歌山の大自然に身を置くと、不思議と時が経つのを忘れていく。自らの足で巡礼することから始まった和歌山の旅。スピードを上げると風景と自分が一つになっていく。日本最大の半島である紀伊半島、その大部分を占める和歌山では、緑深く生い茂る山々を縫うように清らかな川が流れ、その先には青い海が広がっている。和歌山は水の国でもある。打ち寄せる白い波と青く続く水平線、包容力のある和歌山の海では、さまざまなアクティビティを体験することができる。長い地球の活動によって刻まれた見るものを圧倒する自然の造形、あまたの絶景や自然の造形を前にして時が経つのを忘れていく。歩みを止め自然の中で休むことも和歌山の旅の醍醐味だ。波しぶきが間近に迫る温泉に入り、雄大な太平洋を眺めながら体を休める。そんな格別な時間をここでは過ごすことができる。大自然が広がる和歌山には自然に身を浸し心を和ませる場所が山の中にも数多くある。
海に囲まれた和歌山では豊富で新鮮な海の幸を満喫することもできる。自然に浸り、自然の恵みをいただく和歌山の旅ならではの贅沢な体験だ。この地でしか味わえない数々の美食が束の間の休息に彩りを添えていく。四季折々の新鮮な大地の恵みも和歌山の旅で出会う格別なごちそうだ。温暖な気候を生かし、さまざまな種類の果物が栽培されている和歌山はまさにフルーツ王国。四季を問わず、いつでも地元の新鮮なフルーツを楽しむことができる。和歌山の旅でしか出会うことのできない特別な体験と幸福な時間。そこにはそれぞれの土地で地元の人に愛され受け継がれてきた和みの時間が凝縮されている。熊野古道の宿場町として古くから栄えた湯浅町は醤油発祥の地として知られている。この地から日本中に広がった醤油作り、今でも昔ながらの製法を守り続けている。ここではまさに日本の味の原点に出会うことができる。人々に大事に受け継がれてきた伝統や知らなかった歴史の1ページ。そんな世界に不意に出会えるのも和歌山の旅の醍醐味の一つだ。映画の中で見たような景色や偉人が残した遺産、そして心和ませるどこか懐かしい風景、和歌山の旅ではそんな世界に至る所で出会うことができる。
和歌山各地で受け継がれた数々の伝統的なものづくり、その美しさは今でも色褪せることがない。長い間受け継がれた独自のものづくりを自ら体験し、自分だけの一品を作ることもできる。春夏秋冬、季節ごとに彩りを変えて美しく移り変わる風景、一年を通して表情を変え続ける和歌山を旅すると、また別の季節にここを訪れてみたくなる。すべてが聖地のような場所、和歌山。人々の祈りを受け止め、再生へと導いてきたこの地には、自分を生まれ変わらせる不思議なパワーが満ちている。和歌山を旅し、過ごした時間は、きっと私を再生させてくれる。ここは和み和歌山。